皆さんこんにちは、ヨノです。今日はですね、私のカバンの中身を紹介したいと思います。前回紹介したのは仕事に行く時のカバンの中身だったので、今日はプライベートお出かけの時のカバンの中身を紹介していきます。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、というわけで早速紹介していきたいと思います。普段使っているカバンがまずこちらですね。ブランドはこれケイトスペードのものになります。ケイトスペードって価格帯もちょうどいいですし、お手頃な値段の上で比較的若者向けのデザインだと思うんですよね。やっぱこれをこう似合うようにモテる時期ってそんなに長くはないと思うので、結構気に入っててお気に入りです。こういうハートマークみたいなスペードなんですけど、そのスペード逆にしてハートみたいにして、ちょっと可愛らしいデザインが特徴のブランドですね。というわけで、じゃあ早速中身見ていきましょう。中身が3つに分かれてまして、こっち側とこのファスナーついてるところとこっち側の3つになってます。まずじゃあ手前からこっち側の正面側の方から見ていきます。まず早速ですが、こちらもケイトスペードのお財布になります。これもね、すごく気に入ってます。この中開けたこのね、カード色の部分が中がピンクになってて色がすごい可愛いんです。ここに地味にスペードのマークが入ってるのがお気に入りです。そんな感じのケイトスペードのお財布。なんか長財布も昔は使ってたんですけど、やっぱりカバンちっちゃい方がいいなって思うので、最近はすっかりこの折りたたみサイズですね。お次、クッションファンデーション。ここはやっぱお化粧直しで一番よく使うので、一番出しやすいところにあります。あと鏡がついてるっていうのもありますね。鏡がついてるので出しやすいから、いつもこの手に取れるところに置いてます。最近クッションファンデーション変えたばっかで、これはイヴ・サンローランのやつですね。めちゃくちゃいいからリピート買いしようと思ってます。そして次、同じくよく使う化粧直しリップですね。これはディオールのリップグローになります。色味はめちゃくちゃシンプルなピンク、超ナチュラルなやつですね。なんか真っ赤なリップ私あんまり似合わないので、こういうナチュラルなやつを使ってます。ディオールです。あとはじゃん、香水ランバンのエクラ・ドゥ・アルベージュ・オード・パルパムっていう匂いです。匂いの雰囲気としてはね、なんていうのかな、こういつもこの手首とあと首元につけて使ってるんですけど、フルーティーな甘い香りって感じの香水です。紫っていうのが結構ね珍しくて、私紫すごく好きなのでお気に入りですね。こっち側がこれで以上になります。こっち側、次こっち側、後ろ側ですね、入ってるものを紹介していきます。まずスマホの充電器、モバイルバッテリーが入ってます。2回ぐらいフル充電できる、結構いろいろやってます。パナソニックですね。そしてイヤホン、 iPhone 用のイヤホンですね。ワイヤレスにしたいなと思うこともあるんですけど、やっぱ、ね、なくしちゃったりするんで、いまだにねコード付きのやつを使ってます。じゃーん、タオルですね。ハンカチとかハンドタオルは必ず1枚はいつも入ってます。これはどこのがフルーラの可愛いタオルハンカチになってます。そう、なんかハンカチって感じのよりかはハンドタオルとかこのタオル生地のハンカチとかそういうのが好きです。でこっち側は以上ですね。やっぱ仕事の時に比べて中身は少ないかなと思います。遊びに出かけるのに荷物の置く場所とかあんまり考えたくないので、次はよいしょ、ここのファスナーを開けてこの中を紹介していきます。中めっちゃ可愛いんですよ。この中ピンクでクローバーみたいな模様が入っててめちゃくちゃ可愛いです。まずはよいしょ、化粧ポーチ。これはあんまりメインでは使わないというか、しょっちゅう直しをする感じじゃなくて、結構がっつり直す時に使うようなものです。化粧用の筆とかアイプチとかキラキラコンシーラーみたいな、まあ、一応その持ち運び用のポーチなので、お直し用のアイテムしか入ってないんですけど、でもちょっとしっかり直すぞっていうようなアイテムが中に入ってます。次がこの中もこの仕切りがあって、あとファスナーがついてるんですけど、この仕切りの中にヘアセットアイテムが入ってますね。ダイソーかなんかで買った100均のヘアゴムいっぱい入ってるやつと、ジャッジブラシめちゃくちゃコンパクトなブラシ、それからヘアピンを挟んであるのでヘアピンが入ってます。で
絆創膏なんかあった時に便利だろうね。あんま使う機会ないけど。で次最後にファスナーの中ですね。ファスナーの中はちょっとお見せできないんですけど、お家の鍵がまず入ってます。お家の鍵とあと生理用品ですね。これ結構どのカバンにも私は必ず入れっぱなしにしてまして、自分がね忘れないっていうのも便利だし、割とね友達とかが外出中にあーっていう時とかに渡せてすごく便利なので、私は必ず1枚は持ち歩いてます。というわけで以上でこれねカバンの中身空になりました。はい、というわけで私のカバンの中身紹介でした。いかがでしたでしょうか。まあね、日によって例えば iPad が入ったりとか本が入ったりとかそういう日はあるんですけど、基本的に今回紹介したものっていうのは全部入ってる形になります。皆さんのカバンの中身と比べてどうでしたか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後にお知らせです。私この度クラウドファンディングを始めることにいたしました。目標はお引越しをしてより良い動画制作につなげること。様々な面白いリターンもご用意しておりますので、ぜひ概要欄の URL または Twitter からチェックしてみてください。それでは本当に最後までのご視聴ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。